とある日、ある女性を待ちながらキャッチボールをしていると、女性が何やら荷物を持ち走ってまいりました。皆さん、この方誰だかわかりますでしょうか？そう、元女子プロ野球選手、三上美穂さんです。よかったら飲んでください。え、いいんですか？はい、すいません、ありがとうございます。あと、すいません、これどうした？スモンサー？スモンサーですありがとうございます。すいません、遠かったですよね。2時間ちょいか。そうですよね。なんかそこら辺めっちゃ混みません？そう、めっちゃ混んでた。そうですよね。髪の毛切りました？切った切った。めっちゃいいですね。本当ですか？バッサリいかれちゃって。あ、そうなんですか？後ろ3ミリでもいって。てか髪切りました？切りました。年末からだけど年末、先週くらいに切りました。あ、マジで？いいじゃないですか。はい、というわけで今回はですね、千葉県に来ました三上美穂さんです。お願いします。お願いします。今回いろいろね、ね、話があって、はい、僕ら来たんですけど、なんかオレンジですね。明るいですね。明るいですね。服変えたんですか？新しく買ったんですか？これは私が今コーチ務めさせていただいてる、うん、サニーキャッチボール女子野球塾のユニフォームなんですけど。あら、あとこれ帽子なんです。かわいい加藤優さんが代表を務める。そうです、神奈川の方でやってる。そうです。小学校1年生から6年生までの女の子対象、女性コーチが指導する女の子だけの。うわ、すごい。スクールです。そういうスクールをやってるってこと でコーチ就任そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱあの年末のね、ダッシュが効いたじゃないですか俺が打って一塁からこう走るっていう、やっぱあれが多分決め手だと思います。素晴らしい。もう選球眼もね、バットコントロールも素晴らしいんでね。そしてこれね、はい、ボールで繋ぎました。これでね、ワンアウトランナー一塁です。そして4番の翔平 TV、 はいはいはい、はい、予告通りのフルスイングでホームラン級の打球がレフトを軽々越えて、ワンバンツーバンで奥の遠いネットを当てまして、翔平は全力疾走、三上さんは生還。いやー、あれも次の日筋肉痛です。いや、本当だよ、俺もだよ、俺もこれも、いや、やばいっつってバッキバキでした、ね、バッキバキだった。本当に半年ぶり。そうですね。だよね。で、まあ、まずちょっと、まあ、コーチ来たばっかなんで、はい、キャッチボールお願いしていいですか？あ、お願いします。はい、で、このグローブもちょっとね、はい、あとあと分かるんですけど、ちょっとこのやらかしちゃったグローブでちょっとやります年末にあげたんですよね。そうです。年末プレゼントして、この派手派手なグローブないと思ったんで、これでちょっと野球の熱を上げてもらおうと思ってしたんですよ。はい、で、これキャッチボールしよう。はい、お願いします。お願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。
やっぱこの前腕っすね。前腕近いけどもう前腕だけで、前腕だけで、うわーいい、いや刺された今、ここ刺された今、やっぱさ、やってる人とキャッチボール違うね、魂が、あ、魂が危ない、勢いよかった今、肩、落球、仕掛けた今いいわ。はい、というわけでね、サニーキャッチボールということでキャッチボールしました。はい落ちてないですよ。いやいや全然いけます肩は多分6回ぐらい飛んできましたけどそうですね、ちょっとピーンっていきましたけど、どんな感じで教えるんですか。小学生たちにやっぱそのサニーキャッチボール女子野球塾は、うん、そのチーム所属してる子も初心者の子とかも、うん、結構バラバラなんで、その子に合わせたレベルで、はい、教えてます。でも結構なんか私が思うのは、なんか想像してたよりもこう年々全体的なレベルがすごい高くて、あ、マジですか。はい、なんでなんか基礎的なことプラス結構上の段階まで教えても全然できるようなイメージ。え、本当？なんか小学校の女の子でこのスイングするのってくらいの自分と比較しちゃう。ちょっとびっくりしましたもう野球女子すごい本当に増えてる実感あるので、はい、まあ、元ね女子プロということでプロの経験を生かして多分怪我もしたしてきた、怪我してきた経験とかをもう話すの大事だと思うので、はい、まあ、まだ子供だからまずは楽しく野球を教えることできたらそれでまあいいと思うので頑張ってください。ありがとうございますはい、ということで、サニーキャッチボールさんの YouTube、インスタグラムありますよね。はい、こちら概要欄載せますのでチェックの方よろしくお願いします。お願いします。三上さんのインスタも、はい、代表の加藤優さんのインスタも一緒に載せておくんで、はい、チェックよろしくお願いします。お願いします。まあ、また動画続きますんで、はい、ぜひとも見てください。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。サムネ用の、あの変顔で、サムネ顔の変顔を撮ってます変顔